お久しぶりですすいませんね、なんか忙しい中。しゃあねえしゃあねえ。出演料いくらぐらいなん？ないだろ、なんで出演料ってやっぱり20個お金持ちやかな。美味しいお肉とかも食べれてるんでしょ？いや全然スーパーにあるあのオーストラリア産のお肉しか食べたことないですよ。はい、絶対違う。買ったゴムかよこの肉ってとか言ってんかそれじゃあオープニング撮っていいっすか？やば。え、なんで？それなんかちょっとティッシュ取ってくるわ。やめてね、急になんかどうしたりする。違う違う、なんかさティッシュがないとやっていけないんだよね。あー、開幕下ネタから始めてく？あれ別にいい、俺。え、違う。そっちがそのアクセル踏むんだったらこっちも全力で踏んでいくよ。変わらずということで。はい、どうも皆さんこんにちは、リーチョくんとナナちゃんだ。うー、え、なんかショートカットしてません？え、言った方がいいの？全部言ってほしい。またはい、いくよ。いいよ。みんなのアイドル、キャプ。はい、という感じで、今回で2回目かな。そうだね。2回目の出演になるナナちゃんに来てもらいました。来てやったよ。最近動画撮ってなかったじゃないですか。確かにね。だから撮ってなかった間の出来事をお互い話していこうかなと思います。私さ、はい、今日さ、リーチョ君に撮影誘われた時にさ、絶対これ、撮影の時に言ってやろうって言ったことを一つ言っていい？ああ、じゃあ1個目のトークテーマはそれでいきますか。そう、なんかこの撮影さ3回目やん。2回目何か覚えてるなあ。俺もそれ話そうと思ってた。いいよ、じゃあ7点からそれ話して。いや、いいよ、リチョ話して。僕ですね、7点とゲームを実況しようって話してたんですよ。それでこちらのグーネクトっていうゲームを一緒にやろうっていうことになったんですけど、あんまなんか何か言葉選ばず言っていい？いいよ。本当に取れなくなくて。え、でも何がグーネクトじゃん。いやから、え、でもさ、いっちゃやりだそうにしてたの、うん、リーチョくんやん。めっちゃ楽しかった。新しいゲームは好きだから楽しかったんだけど、うん、なんかその実況するにあたっての取れ高はあったかみたいな。ねえ。いや、俺、これで動画、いや、ちょっと難しいなって思って、とりあえずその何もさ、しないのや、あれじゃん。まあ、私も忘れとったっけね。でも、まあ一応カット作業してみるかって思って、カット作業してったんや。で、収録時間だいたい1時間に対して何分くらいになったと思う？でもまあ、大体まあ10分とか1分にも満たなかった。え、ガチ？え、なんか俺結構余計な部分とか省いちゃう編集するんだけど。じゃあもちろん余計な会話しかしてないんだ。そう、その動画編集して1分ぐらいになっちゃったと。で、俺はそれ何て言おうって思って、もう一回なんか撮影してもらってもいいですかって言うか、今回ボツで動画にならないですって言うか、放置か。はあはあ、で結果放置っていう。いや、ごめんなら、ね、ちょっとこの動画出せないって思いながら。いや、まあそうね、リーチョくんのなんかさ、うん、動画スタイルではないなって思ったよ、ナナティン。どっちかというとさ、多分ナナティンの方が動画スタイル近い感じじゃなかった？あ、そうだね、思います。よんな、はぁ、マジ人のもの撮るとか小物だわ。あー、もう全部撮られたんだけど。それでちょっとどうしようかなって思いつつ、今日ちょっとそれについて謝ろうって思って。あー、謝ってくれるの私に。いや、でもちょっと申し訳ないなっていう気持ちはあった。あー、ちゃんとね。まあまあ土下座してくれたら許すわ。はい、じゃあ次の話題に行きましょう。リンチョくん、やっぱナーティのこと捨てたんかなと思ったよ。なんで？あ、ってかできるじゃん。割れかけ OK。 あ、終わった。めっちゃ入ってるよ。いける。え、バカロー。マスティフが一個も当たらん。いけ、ナイスー。ね、リーチョくん。うまっ、やばっ。リーチョくんが誘わなくなってから、うん、わぁ、もう、ナーティに飽きたんか、ついに。いや、誘いづらいだろ、動画にできてないんだもん。マジのしなくなったカウンじゃないんだからさ。あれ、でもこれ言ってるのってナナティンじゃなかったでしょ。はい、嘘、そんなん言ってない、ナナティン。やばい、グーネクトで仲違いする活動者爆誕。だってさ、うちらはね、やっぱそんなんで終わる関係じゃないから、ちゃんとリーチョくんから焼肉をおごってもらうっていうのがあるまでさすがに捨てられないわ。俺らの関係って焼肉で繋がれてた。最初さ、私さ、リーチョくんがなんかほぼナンパされたんかなって思ったんやけど。なんで、うん、なんかリーチョくんさ、最初なんか LINE で、うん、今度うちで動画撮ろうよみたいな言ったやん。言ったね。え、うちみたいな。もう、うちって家やんだって。いや、うちで撮るの？うちのチャンネルとか言うやん。言わんよ。え、と思って一回、ミドコ無視した。いや、無視すんな。
なんかそれなんか意味履き違えたらなんか俺が未成年家に誘ったみたいになってんじゃん。いやそうそうそう、だからびっくりした本当に。いや違うわ。あ、そうな、ならよかったけど。でも確かになんか言われたかもしれない。ビーチョ君の家でってことみたいな。え、そう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 。なわけあるかこのバカ女。ハロウィンはコスプレしたんすか？してない。え、なんで？え、するの？いや、俺はさ、別に男だから別にしないけど。え、しないでしょ。7点現役 JK で。ね、求めてんの、7点の仮装を。え、じゃあ、リーチくんがなんか、お洋服買ってくれたらいいわ。あ、ほんとに？まあまあまあ、肌が、10% ぐらいだったらいいよ。あ、何隠してるところが。違う。じゃなくて。肌着90。だから、しじみの貝殻みたいなブラジャー渡せばいい。ツンツンって。アリエルみたいなやつ。そうそうそう。よりちっちゃい。無理。もうリーチ君のおかずになるだけやもん。うわっ、そんな、なんて、さしたら、気がらしい。何がおかずですか、元気 JK が。最近そっち系で売り出してるんですか、なんか。いや、売ってないって。ちょ、聞いて。いや、なんか、マジで、リーチ君といたら、もう染まるんよね。だから、もう、謝ってほしい。俺色に染まっちゃった？ガチで、うん、染まったわ。皆さんどうも、俺の女です。マジ嫌われろな、ティのリスナーに。いや、チェックをして。いや、まだ話すよ。いや、もう、ま、なんか、ああ、終わったみたいな空気作んないで。まだ話しますよ。いや、もう、水筒飲もうとしてた、今。え、ちょっと待って、めっちゃ話変わるけどさ、言っていい？あ、いいですよ。え、リチェック、渋ハロ行った？え、行かない。あ、行ってないの？え、まさか行ったんすか、あの渋ハロ。いや、行ってないよ。これ行ってますよ、皆さん。渋ハロ行ってますよ、これ。行ってないって、行けないよ。え、なんで渋ハロ？いや、リチェック行ったんかなって、パリピアし。僕、陰キャっすよ。やめてください、僕、五軍なんで。どの口が言ってんの、マジで。五軍なんで、行けないっす。え、どこにも外出てないの？ハロウィンの日？うん。ずっと編集してた。ずっとパソコンとにらめっこ。私なんか友達が行ったんよ。そしたらめっちゃ巨乳のめっちゃ可愛いお姉さんがいたらしくて、え、その人がしかもなんか、うん、ほぼ下着みたいな感じで、うわ、女の子のさ、あの女の子の部分あるやん。え、なんですか、女の子の部分。いや、あるやん。あ、じゃあピーするんで。ピーしないでしょ。いや、ずるに決まってるじゃないですか。で、何ですか。だから女の子のあのね、乳首あるやん。はい。そこを、うん、なんか絆創膏で隠して、はい、あの柴原歩いてた人いたらしいんやん。行けばよかった。そう、だからリーチョ君行ったんかなみたいな。悔しい。行けばよかった。ちなみにその人の写真持ってるよなって。持ってんの？ください。え、何払ってくれる？そんな人の乳首で商売すんな、お前。人の乳首で商売すんなよ。ねえ、めっちゃ言い方悪いやん、それマーティー。なんで持ってんの？なんか友達がくれたんよ。なんか乳首いるみたいな。めっちゃエロいお姉さんいるみたいな送ってきたよ。現場の友達さん。はーい、こちら現場渋ハロでございます。現在ね、あの前方の方に見えます乳首丸出しお姉さんでございますっていう。そう、最悪だよ。